皆さんこんにちは。24日に開催されたプロ野球ドラフト会議では支配下69選手育成54選手が指名されました。父がプロ野球選手の2世選手では慶大清原翔吾選手が注目されましたが指名されず、他にも涙を飲んだ選手がいました。邦大吉鶴翔英投手の父は今季までソフトバンクで3軍バッテリーコーチを務めた健二氏。木更津総合から邦大に進んだ左腕は最速151キロを誇り、東京六大学通算6勝も声はかかりませんでした。立正大の半山元宗内野手の父は今季まで日本ハムのスカウト兼プロスカウトを務めた広志氏。中央学院から立正大に進み、3年春に東都2部の首位打者に輝きました。今春に大学日本代表に選出されましたが、吉報は届きませんでした。高校生では横浜地域警護保守も指名されませんでした。父は中日ロッテ西武でプレーした匠氏、名門で1年秋からレギュラーになった大型保守もプロ入りは持ち越しとなりました。浦和学院三井雄心内野手の父は西武で36勝を挙げた浩二氏、高校通算34発を放ったスラッガーも指名されませんでした。一方ヤクルトから4位指名されたのが県大大高崎の田中春人内野手。父はロッテヤクルトで79試合に登板した満氏です。大型遊撃手で高校通算21本塁打、今年の選抜大会優勝に貢献しました。そして清原翔吾選手の父は NPB 通算525本塁打を放った和弘氏。中学高校では野球から遠ざかっていましたが大学で再開しました。今春リーグ戦に一塁手のベストナインに輝くなど急成長を遂げましたが、名前が呼ばれることはありませんでした。そんな慶大の4番清原翔吾選手は11月9日からは学生野球最後の舞台早慶戦が控えます。伝統の一戦に向けてコンディションを整えている最中ですが、水面下ではすでに争奪戦が始まっています。四国アイランドリーグ香川上田誠球団代表は早速獲得へと乗り出しました。25日には球団資料を野球部の堀井哲也監督宛に送りました。本人に興味があるようでしたらすぐに会って直接説明します。高松から飛んでいきたいと思っています。独立リーグのほか多くの球団がオファーを出していると聞いているので競争ですね。上田球団代表はかつて慶応義塾高を率い、春夏を通じて甲子園4回の出場へと導き、退任後は慶大コーチを務めました。清原選手は大学入学から2年半携わりました。可愛い、人が良い、真面目な学生です。入部当初中学高校でプレーしていない選手で、硬式野球が初めてだったにもかかわらずノックでもボールを怖がらなかったんです。課題は明確でした。相手投手とミックスとなった際の変化球への対応、あとは走塁、実戦経験が必要な分野ですので、この秋はリーグ戦初アーチを含む2本塁打、4年で4番を務めるまでになり大したものです。今週の明大戦を神宮球場で観戦していました。努力する姿を間近で見てきています。上田氏は先輩として NPB 入りを願っていましたが、現実は厳しいものでした。ドラフト会議で清原翔吾選手の名前が呼ばれなかった瞬間、上田球団代表はすぐに行動に出たのでした。四国アイランドリーグ香川でプレーする3つのメリットを挙げました。まずは豊富な実践の場です。せっかくここまで大学4年間取り組んできたんですから、卒業後も野球を続けてほしいです。やりきってほしい。四国アイランドリーグはゲームにたくさん出る機会がある。150キロ超の投手もゴロゴロいます。大学で主に守るファースト以外サードも練習すればプレイヤーとしての幅も広がる。1年頑張ればもう1回 NPB ドラフトのチャンスがある。仮に就職を希望しているならばそこから切り替えても遅くはないと思います。次に練習環境です。どこの独立リーグや NPB 2軍新規参入チームを含めても試合における移動距離が大変だと聞きます。四国アイランドリーグもゲームが終わり夜中に戻ることもありますが、他に比べれば負担は少ないです。一日を取られることはない。体作りをしていく上でトレーニングに時間を割くことが非常に大事です。そのあたりは腰を据えて練習できる状況が整っています。最後に見られる機会です。 NPB の各球団のスカウトさんがかなりの頻度で試合会場に足を運んでくださいます。学生野球の現場とは異なりプロ関係者がグラウンドに降りても問題ありません。
試合前の打撃練習などで話を聞くことができる。また定期的にソフトバンクの3軍、4軍との交流戦も組まれています。より NPB に触れられレベルアップが期待できます。上田球団代表は多くをアピールしますが、境内 OB として後輩清原翔吾選手への気遣いも忘れていません。今年の4年生は思うような結果が残せていないのが現実です。最後の喜び早戦で勝ち点を挙げて良い思いをして卒業してほしい。神宮で学生野球を満喫してほしい。実際に進路が動き出すのは早慶戦後と見られています。清原翔吾選手は砲台2回戦後にこう言っていました。早慶戦の舞台は特別なものがある。慶応義塾幼稚舎の時から見てきた。大学野球人生の締めくくりとして後悔なく、体がボロボロになってもいいので死に物狂いで戦っていきたいと思います。優勝の可能性があるないに関係なく、慶応の塾生である以上早稲田に負けられない使命がある。必ず勝って終わりたいです。清原翔吾選手は常に覚悟を口にしてきました。186センチ、90キロの体格と長打力は偉大なスラッガーだった父と主なところがあります。そんな父清原和博さんについては、子供の頃から父にスポーツは気合と根性だと教わっていました。僕の中にも父親の DNA は確実にある。近所の公園で泥んこになりながら遊びましたし、高級なものばかりを好んで食べる家庭でもありません。父がオリックスに在籍していた頃や正月に大阪に行った時などには、これがうまいんやと父が勧める関西の B 級グルメもいっぱい食べました。野球をやっていた頃には自宅マンションの部屋で打撃指導を受け、そうした野球の技術だけでなく男として腕相撲の勝ち方を叩き込まれたこともあるそうです。必ず相手より後に指を絡め、自分の頭と腕の距離を近くして一気に相手の腕を倒すんです。誰にも負けませんでした。また厳しく叱責されたこともあったそうです。一度少年野球の試合の日にバットを忘れてしまったことがあるんです。野球道具を一番に大切にする人なので、その日は怒られましたね。バットやグローブを他の人の手に触れさせるなともずっと言われていました。 PL 学園の野球部では清原和博氏がバットを抱いて眠っていた逸話が伝説として残っていますが、さすがに今はないですけど、僕も昔はバットを抱いて寝ていましたと清原翔吾選手は語っていました。母の秋さんも子供たちが勘違いをしないように節度のある生活を心がけ、清原翔吾選手の分不相応な行動を正そうと厳しく叱ったこともありました。中学生の時に予定の時間に遅れそうになり、徒歩だと間に合わないので一人でタクシーに乗ったことがあるんです。そうしたらかなり怒られました。何を勝手なことをしているの、まだ早いと。周りの慶応生は裕福な家庭の子が多かった。当たり前のようにタクシーを利用する周囲を見ていて、自分も抵抗なくタクシーを使ってしまったんです。両親ともに田舎から上京してきた人なので、身の丈に合った行動を取ることの大切さを忘れてほしくなかったんだと思います。清原翔吾選手の試合の日、屋根のない応援席にはいつも秋さんの姿があります。肌がボロボロになりながらでも僕らを応援してくれる、すごいなと思います。父も必ず応援に来てくれていますし、両親が見てくれているというだけで力になる。二人には本当に感謝しています。だから自分もそんな両親に活躍している姿を見てもらいたいという思いでフィールドには立っていますと清原翔吾選手も感謝を述べています。いかがでしたか。今回は注目を集めながらもドラフトで指名されることのなかった清原翔吾選手についてご紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。